例えばさ、はい、スターの概念ってどう思ってる？その、はい、この人スターやなって。うわ、スターの概念ですか？そう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 。これ最近、はい、ずっと思っててさ、はい、あの俺はテレビ にたくさん出させてもらってて、はい、あの知名度という意味ではあると思うんだけど、はい、俺はスターじゃないんですよ。そうなんですか？じゃないんですよ、はい、例えばさんまさんとか、はい、ダウンタウンもそういう人たちはスターなんですよ。俺はスターじゃないんですよ。わかりやすく言うと、うん、ミッキーマウススターやん。はいはいはい、ね、はい、グーフィーってスターじゃないやん。あー、なるほどなるほど。でもグーフィーのこと知ってるやろ。はい、俺だからグーフィー顔やん。あー、ミッキーっていうのは、はい、あの数えるほどしか芸能界におらん。グーフィーはいっぱいおんねん。知ってくれてるけど、はい、で中にはグーフィーが一番好きっていう少数派やけど、はい、おるやん。それが俺らタイプ。知ってくれてるけど決してミッキーじゃない。だそれって多分僕思うんですけど、うん、あのテレビの役回りの問題じゃないですか。あー、 YouTube だったら自分でミッキーになれるじゃないですか、うん、なんですかね、テレビだったら絶対役回りあるじゃないですか、うん、ツッコミとかボケとかだったり、そのまあそれこそ司会とかだったり、うん、ひな壇だったりで、まあ、得意分野だったりこういろいろあると思うんですけど、うん、YouTube だったら自分で好きなことだけ喋れるじゃないですか。役回りもクソもないじゃないですか。そう、自分でやりたいことだけやって、だからヒールやる必要もないし、ヒールがやりたかったらヒールやればいいし。なるほどね。だから役回りが関係ないんで、別に自分でミッキーなれると思うんですよ。なれる？なれると思うんですよ。いや全然そんな余裕じゃないですか。なんか YouTube ミッキーなれるの？えなれる？で知名度がある人と拡散力がある人ってもうポン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 だと思うんですよね。いや今悪いイメージでも強くなるし、いいイメージも悪くなるじゃないですか、うん、もうそれは多分この2019年であるじゃないですか。5段階もこういう手のひら返しの手のひら返しの手のひら返しみたいな。地獄だぜ。マジですか？あの、はい、笑うて喋ってるけど、はい、ほんまね、はい、いやちょっとほんま いろんなこと考えた。あー、もういろんなこと考えた。でもあの、はい、今回のことでさ、はい、気づいたのがアンチは、はい、ええねん、聞き流せるんだけど、はい、セカンドアンチが一番怖いなと思ってさ。あ、ほとんどセカンドアンチですか？例えば俺の記者会見丸々見てて、はい、あの意見を言ってるアンチは、はい、まとえてたりするわけ。あー、はい、でもアンチの言って抜粋したことだけを見たセカンドアンチがものすごいこと言ってきたりするんだけど、はい、いやそれはちゃんと本質を言うてきてないやんって思う人がむちゃくちゃ多いよね。ほんであのすごいこと書いてくるよ、まあ、その死ねとか当たり前のように書いてくるやんか、うん、いやほんまに嬉しいんならどんな気持ちだろうとか。確かに、いや気にしちゃダメですよ。あいつらもう挨拶のように死ねって言ってるんで。そうやね、嫌いでもほんまに死んだら、はい、ちょっと嫌なんちゃうんとか。まあそんなんな、ガラスのハートやねん。もう言ってきてるやつがヤバくないですか？だって SNS ですよ。いやあの要は今まで活躍してる場所がテレビとかだったじゃないですか、うん、もうそれはテレビだってゴールデンタイムだったらなおさら、うん、こう嫌いな人が映ってたらムカつくじゃないですか、うん、問題起こしたやつだったり犯罪起こしてるやつだったら、はい、いやテレビ出しなよって もちろんこれは分かるんですよ、うん、僕って SNS で活躍してるじゃないですか、うん、SNS やってるんで宮坂さんも今から SNS の方じゃないですか、こう YouTube やったりとか Twitter だったり、うん、で結局何ですかね、テレビじゃないじゃないですか。自分でわざわざ検索しに行ってるんですよ。検索してわざわざ自分たちのチャンネルに飛んできて、お前のこと嫌いだって言ってるやつ、めちゃめちゃ時間の無駄じゃないですか。なんか例えば、僕思うんですよね。あの、こう、テレビとかって、こうみんなにこう、バーって行くじゃないですか。うん、だから、こう、食べ物で言う、こう、給食みたいな、うん。だから、給食とかって、あらかたみんなが好きなもの出るじゃないですか。こうハンバーグ、カレーとか、じゃないですか。うん、そこになんかこう、独特な超激辛料理とか、パクチーとかって来ないじゃないですか、うん。出てこないじゃないですか。出てきたら、なんでこんな嫌いな人が多いのに、みたいな、くせつやつ出すね、みたいになるじゃないですか。うん、それは分かるんですよ。けど、それネットにわざわざ飛んできて、文句言ってるやつって、パクチー専門店開いてて、好きな人だけが食べに来てる状態じゃないですか。うん、お金払って。うん、でもそのわざわざ食べに来て、なんでこんなまずいねん、パクチーみたいな。俺は嫌いだって言ってるのと同じっすよ。なるほどな。わざわざ来てるんですよ。嫌いなやつに1秒でも時間使おうと面倒いじゃないですか。結局食べに来てんねんからお金払ってるもんな、その人。見に来てるんですよ。こう文句、今日まだアンチいるかもしれないじゃないですか。宮坂さんので、今日見てるかもしれないじゃないですか。うん、これわざわざ飛んで、コメント残してることが、その行為がめちゃめちゃ頭おかしくないですか。ちょっと。好きなことに時間使えようってなりません？ありがとう。そうですよ。来てくれてありがとう。わざわざ来てくれてるんですよ。その活力がどっからみたいな。好きなことに時間使えるやっぱ賢いな。いや、めちゃめちゃそう思うす。いや、勉強なるなぁ。確かにそういうことやんね。全然全然。しかもこのご時世、うん、なんていうんですかね、こうさっき言ったこうスター、う
みたいな、こうみんなが好きっていうのも多分作りづらくなってるんですよ、時代的に。まあそれはそうだね。だってあの頃って言ったら分かんないですけど、まあ、50年前なのか30年前なのか置いといて、何、うん、ですかね、みんな同じ番組見てるじゃないですか、うん、でだから同じ話題で盛り上がるじゃないですか、うん、スター生まれやすいです、環境的に。なるほど、うん、だからやっぱテレビの力が強いとか、やっぱこう、うん、広告代理店のなんだこう事務所だったりとかあるじゃないですか、うん、でももうこんだけ SNS 普及されたら、うん、みんな同じもの見ないんですよ。これ僕本当に思うんですよ、このテレビに出る人の一番大事なのって、うん、嫌われないことの方が大事だと思うんですよ。僕たちは嫌われてもいいから好きな人を作るみたいな。なるほど、ここすごい大事だと思うんですよ、うんうん、お笑い芸人さんって知名度すごいのに、うん、何ですか、集客力がちょっとなかったりとか、結構そうそうそうめっちゃ多いじゃないですか。そうそうそう、誰しも例えばそれこそ僕友達アントニーとかいるけど、うん、アントニーだってみんな知ってるけど、うん、じゃあアントニーがなんかワンマンで、うん、じゃライブやりたいですって言って、はい、何人行くのって全然来ないじゃないですか。だから知名度と人気がこんなに差があるんですよ。そうけど誰こいつみたいな、よくわかんない VK バンドとか、うん、名前も聞いたことないみたいなやつが、うん、幕張メッセとか言ってるじゃないですか。こんなやつバンドみたいな、誰こいつみたいな、聞いたこともない曲みたいな、うん、ってなるじゃないですか。だから知名度と好きとは全然別の、ね、バーンみたいな。お金を払ってくれる人たちが少ないからね。そうですね。だから多分宮迫さんが言ってるのは、うん、好きかつ知られてる、うん、なんですよね。だから一番スターだったもん、うん、それ間違いスターが。いや勉強なるなっていうジャンルの、いやめちゃめちゃ嫌いいやありがとう、うん、いや宮迫さんでじゃあもうほぼ YouTube メインですか、これからは。無職やからなるほど。50で無職ってすごくない？すごいっすよすごい急に無職確かに。いやたまに一人でベッドで来ないながら、はい、いや急に無職って言ってる声出して言ってもってるいやでも、うん、なんか芸能人の方ちょっと始めるじゃないですか、うん、ちょっと何か始めたでこうネットニュースばっかり騒ぐ時あるじゃないですか、うん、誰々も YouTube 始めましたみたいな、うん、みんな片手までやってるんですよ。それじゃ伸びないのが YouTube なんですよ。なるほどね。はい、だから今ちょうど無職がちょうどいいね。え、めっちゃちょうどいいっす。無職がちょうどいい人、ちょうどいいっすよ。世界初ちゃう無職がちょうどいい人確かに世界初の無職がちょうどいい人ですいやでもやっぱカズサックさんだったり、あの、はいはい、中田さんとかもバーン行けたじゃないですか、うん、いやあいつら無職じゃない無職じゃないけども、もうなんかそのまあね、もう振り切ったじゃないですか、うん、あれがすごい大事だなと思って。なるほど、はい、ちょっとほんまにちょっとむちゃむちゃ勉強になりました。あ、すいません。あの今後とも、はい、と言いますか、あのまたこの後、だからこの後だってメンバーは来ますよね、はい、大丈夫ですかあいつら。いいですよ。大丈夫ですか、めちゃめちゃ本当にご飯とかさ平気で触るやつ。いやもう全然いいですし、はい、まあ、今は質問させてもらったけど、はい、逆に質問していただいて NG なしで答えますので、またこの後もよろしくお願いします。あ、わかりました、了解です、よろしくお願いします。というわけで今日はレペゼン社長に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、あ、光栄です。あの登録とあのいいねお願いします。あ、お願いします。いやでもこれバットもやってもらうくらいがちょうどいいですよ。もう、まあね、嫌だと思ったらバットがやってもらうくらいで。でも大丈夫そうだ、いいね、やっぱいいね。すいません。そうです、バットは僕だけに、僕の方に飛んできてバットつけてくださいお願いします。あーす